ールドミッションにバージョンアップし、これまで様々なミッションに挑戦してきた東方神起。今回から3回にわたり、そのミッションの中で泣く泣くカットした未公開シーンをお見せします。まずは豆腐作りでの未公開シーン。酔っ払った3人が非常にプライベートな話をしてたんです。それでは未公開シーンをどうぞ。ユンホとか家とか帰ってんの？チャンミンは家は、僕は人家は今ソウルに住んでるんですけど、もう家族もソウルに住んでて、なんかかなり近い距離でなんか住んでて、家族が、それでたまに、はい、仕事でじゃあ帰ったついでに家族だってっていうこと。はいはい。ユンホは僕もほとんど一緒だと思うんですけど、家族は全部今も地元に住んでるから、それたまに自分が行ったりするんですよ。あ、そうなんだ。やっぱり長男だし。あ、長男なの？はい。本見えてるんだけど長男です。あ、そうなの。兄弟は？兄弟は妹一人いるんですよ。あ、そう。チャーミン会ったことあるの？妹と。あ、会ったことありますね。あ、本当。はいはい。モテるさんみたいに。結構イケてる。あ、そう。チャーミンは？は？チャ。聞いてたやろ。まあ、ごめんなさい、ちょっと飲むのにちょっと夢中になってた。チャーミン兄弟は？もう全部飲んだじゃん。なんなん？みんながあまり飲まなくて、もう僕一人で。本当やん。なんなん？いや、僕は妹が二人います。あ、二人おんの？はい。男一人？僕、一人。いいね。何の笑いかよく分からんけど、酒のちょっと入ってきて楽しくなってきた。はい。もう何だ、もう全部飲んでますよ。もう一本いるってちゃんみに。いや、もう飲めるんですけど。あ、すいません。そんな飲んでないやろ。言うのなんでなんや。悲しい。続いてはバリスタでの未公開シーン。包みの NG に対するチャンミンのリアクションは必見です。オープニングの進行をする MC 包み、ここまでは良かったのだが、ではもう早速ですけれども、はい、今回の先生をお呼びしたいと思います。バリスタの串原健二さんです。どうぞ。よろしくお願いします。串原さんでございます。お願いします。もう一回聞かせてください。串浜さん、これ編集しないでくださいね。これ名前間違ってないですよ。これ名前間違ってないですよ。串浜さんはもう串浜さん、串原さんっていうの絶対違うから。串浜さんも串原にも変更するから、もう串原に。本当に。もう行くよ、もう。うまいな。の NG にご満悦のチャンミンでした。ここからは弓道での未公開シーン。弓道の難しさを改めて実感する一コマです。さあ、それでは池田先生がですね、今からお手本を見せていただけるということなので、はい、はい、お二人ともよく見てください。はい。風に煽られて惜しくも失敗。それを見たチャンミンは、いや、今日無理じゃない。やめましょう。当たりました。ど真ん中をね、先生打ち抜いていただきましたけれども、ど真ん中、ど真ん中をチャンミン打ち抜きましたよ。いや、俺の目だけおかしいんですか。さすがですね。フルアナ入ったんじゃないですか。先生。先生。弓道にハマった2人、実は本番終了後も挑戦。その未公開がこちら。今もう終わったんですけれども、次のミッションに移動しようって言ったら、もう一回だけやらせてくれと。もしかしたら変わるかも分かりませんけど、ユンホの矢は的まであと少しのところに。惜しいね。当たってない。驚異的な上達を見せるユンホ。続くチャンミンも、うわ惜しいね。
これも惜しい結果に。作品欲しいよ。難しいよ、だって池田先生のままのこれがやっぱりねえ池田先生。あ、惜しいね。ダメダメ、いけない。ありがとうございます先生。というわけでございまして、もう次のミッション行きますよ。そうですね。ね、次のミッションは何ですか。次のミッションはもう移動するから。あ、そうですか。もう今日はスケジュール詰め込んでるから、はい、行くよ。行きましょう。行こう行こう。はい、なんか写真撮るの。写真撮るから、もうそんなもん。最後に秩父編からお届け。堤が大変な目に遭ってました。それでは未公開シーンをどうぞ。行きましょうか。さあ、さあ見てください。あの、ま、これ乗るのはいいけど、ちゃんと使ってよ。はい、わかりましたよ。使うやろ。あ、わかります。ビギストのみんな、ちょっと。あ、もちろんもちろんです。え、絶対行きます。ラーメン。あ、一周な。三周でいいです。先生、わかりました。はい、行きましょう。はい、スタート。さあ、どうなるかな。たぶん、すみさん、あのカーブのところから、嘘でしょっていう。もう、頭ぴょーんってなってるんだけど。今聞こえてますか、叫び声。もっと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 。見てください。はい、さあ。今の感想、今の感想。誰も笑ってないやん今。ということで、堤の罰ゲーム。残念ながら笑いにもならずかと。なんなんもうめちゃくちゃ。楽しかったでしょ。チャーミン、チャーミンが早く振らんからよ。あ、早く振らないと。あ、ユモが振っちゃダメだって。うん、振っちゃダメだって。実はもっと後悔。ちょっと、バーノル、うちにもっと帰ろうって思ったんで、早く止まったって自分が。うわー、もうちょっとそれはそれで帰っといてよ。帰っといてよかったよ。そうですね。帰っててよかった、誰もいなくて、ちょっと誰もいないじゃんで、よかったよ、全然。じゃあ次行きましょう。次行こう。はい、次行こう。次回未公開シーン第2弾、お楽しみに。